ところでケンタんとこの子供っていくつになった、うん、今息子上の子やねんけど、うん、が3歳で、うん、下の子の娘が、1歳。へえ、なんかまあそんなに興味なかったわ。ほんな聞かんといてくれる。いやでもさ、でもさちゃうねちゃう、子供っておもろいなって思ってんさ、うん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 、でうん、興味ないかもしれんけども、はい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 、あの質問していきたいからちゃんと最後まで責任取って聞いて。分かった分かった。面白いっていうのは何ですか。面白いね、面白いね、面白い面白い面白い、まあ、3歳と1歳もうほんま子供でもこうなんていうのかな、うん、ほんま人間じゃないみたいな、なんていうの、うん、動物的な感じだと思うんだけど、1歳とか、うん、でもそれでもこうちゃんと息子と娘ね、な娘の、ね、ペットとかじゃない、ね、な違う、ね、人間、人間ですね、人やねんけど、そうですよね、あの、うん、それぞれの自我みたいなのがあって、うん、この2人性格も全然ちゃうねん、うん、で息子はもう見た目もそうやねんけど僕にそっくりで、うんうん、まあ、よく考えて何でもこう慎重に進めたいタイプ、ほうほうほう、やね、だからなんかこう高いところから飛び降りたりとかあんまりない、うん、で娘は妻がそういうタイプやねんけど、うん、もうやりたいと思ったらすぐ行動するタイプ、へえ、うん、抑えられへんっていう、あ、嫌やな、めんどくさいな、怖いね。だからほんまに、うん、いやいいねん、もう子供をそう見る親としては微笑ましいだけやねんけど、うんうんうん、だけどスーパーの駐車場とかで車が来てて、うん、まあ、僕はストップとか言うやんか、でかい声で、はいはい、そしたら息子はこうピターって止まんねん、あ、お父さん怖いわけじゃないけど、うんうん、わーって止まるねんけど、うん、もう娘はもうスタ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 って言って歩いてって、舐められてんねんな、舐められてるわけじゃない。言葉は分からへんとかちゃう、そういうわけでもない、なんよ、あ、そう、こう例えばさ、うん、こうおむつ持ってきてとか言うやん、うん、でそしたらちゃんとおむつ持ってくるし、ちゃんと持ってくる、持ってくるもん、あ、そのお父さんのパンツ持ってきたらせえちゃんと自分のこれ寝たいねんけどみたいな、そんな天才やな、いい天才やな。もうそれは英才教育を施していかない。でも例えばブドウを食べるとか言ったら、うん、タイタイって言いながらこう、うん、手で食べちょうだいみたいなことするし、多分ある程度言葉は分かっていけど言うこと聞かへんねん。なるほどね。でだけど、まあ、めんどくさいね、うん、ほんまに確かに、うん、はいはいはい、だけどそんな娘を見るとね、こう危なっかしいけどこう、うん、ほんまに可愛いなと思うね。娘にデレデレ親ばかり、それほんまにそう、それは間違いない、はいはい、だけどこうジーザスもね、うん、僕のことをこんな風に見てるんちゃうかなと思って、あ、そうやな、うん、こう変なとこ行くしな、そうもうすぐ、うん、すぐフラッグ飛び出してるしな、もうすぐ飛び出しちゃう、うん、全然フェアウェイ歩かれへんからね。で足取りもおぼつかへんしね、はいはい、まあ、すぐこう危ない道に行こうとするけど、うん、でもしっかりこう手は繋いでるか分からんけれどもこう見守ってくれてる、そうやな、そんなこう安心感なと、な、足取りおぼつかへん言ってたけどね、うん、それちょっとあれちゃう、太ももがなんか重すぎて上がらへんとか、うん、違うね、物理的におぼつかへんわけではない、ね、違うかった、そういうことではない。